アヒラム王の石棺は、ビブロスのフェニキア人の王のサルコファガスで、1923年に、フランスのエジプト学者で発掘家のピエール・モンテによって、ビブロスの王家のネクロポリスにある墓部位から、発見された。アイラムは、他のオリエントの資料からは実証されないが、一部の、学者は聖書に言及されているヒラム王と関係する、可能性を提示している。 石棺は、その浅浮彫りの彫刻とフェニキア語碑文によって有名である。現在知られるビブロス王の五つの碑文の一つであり、この碑文は完全に発達したフェニキア文字の最古の碑文と考えられている。一部の学者にとって、碑文はフェニキア文字がヨーロッパに伝来した時期の上限の姿を表している。石棺が作られた年代については、現在も議論が分かれる。 グレン・マーコによると、大部分の学者は、アヒラム・ヒブンは、紀元前1000年頃のものと考えている。クックは、ガルビーニによる、紀元前13世紀説を検証して却下した。ガルビーニ説は、バナールによって推進された、古い時期の設定の主要な転居であった。石棺のレリーフそのもの、ひいてはヒブンを紀元前9から8世紀のものとする、議論は、 比較美術史と考古学を基礎にするもの、小文字学を基礎にするものがある。レリーフ1923年後半にビブロスの街を囲む崖の崖崩れによって多数のフェニキアの応募があらわになった。アイラムの墓は10メートルの深さがあった。アヒラム王の石棺はフランスのエジプト学者ピエール・モンテによって1923年に発見された。 朝浮き彫りによって彫刻が施された石板は、この石棺を初期鉄器時代のフェニキアの主要な芸術的記録にした。友の出品が後期青銅器時代に属することは、石棺がより早い紀元前13世紀に属するという説を支持するものか、またはより早い時代のシャフト棒鉄器時代に再利用したことを実証する。 主要な情景は、翼を持つスフィンクスが掘られた玉座に座る王を描いている。女性の祭り館が王にハスの花を捧げている。石棺の蓋には二人の男性像が向き合っており、その中間には座ったライオンたちが描かれている。グレン・マーコはこれらの像を碑文に記された父と子を表したものと解釈している。 人物像の描き方や玉座と机のデザインはアッシリアの強い影響を示す。エジプト第20王朝と第21王朝の影響がフェニキアに全く見られないことはエジプト第22王朝におけるフェニキアとエジプトの間の関係回復と鋭い対象をなす。石棺の蓋の円の部分に 38語からなる碑文が記されている。コフェニキア語のビブロス方言で書かれ、現在に至るまで、フェニキア文字で書かれた十分な長さのある最古の実例になっている。最近のアヒラム碑文の再編集版と、その数年後に行われた、碑文中の欠落箇所の新しい最高によると、石棺の碑文の翻訳は以下のようになる。ビブロス王アイロムの子、ピルシバールによって、 その父アイロムが永遠に住むために作られた棺。もし王の王、統治者の統治者、軍の司令官がビブロスに立ち向かい、この棺を開けるならば、彼の権力の尺は砕かれ、彼の王位の玉座は覆され、ビブロスから平和と平安が逃げ去らんことを。そして彼については、後の世の口から彼の記憶が失われんことを。碑文の様式は、 文学的性質を持つものとして即座に理解され、刻まれた文字のしっかりした書きぶりから、チャールズ・トーリーはこの書体がすでに一般的に使われていたと仮定した。墓像の縦穴を半分ほど振ったところの南の壁に別の短い碑文が刻まれているのが発見された。最初に出版された時は、発掘者に対してこれ以上掘り進めないように警告する文とされていたが、 現在では詳細は不明だが何らかのイニシエーションの儀礼の一部と理解されている。以下のように読める。知識について、ここで今ヘリクダレコの地下で、アヒラム自身はビブロスあるいはどの都市国家の王を称していなかった。アイラムは息子のイトバール一世によって継承され、彼が初めてアイラムを ビブロス王の称号で呼んだとされてきたが、これは脱字部分の古い語読のためである。脱字箇所の新たな復元によれば、アイラムのこの名はピルシバールと読まれ、イトバール説は破棄すべきである。ビブロスの初期の王の一覧は、さらなる研究を必要とする。ありがとうございます。